な。H だったのもしかしてここ、 H だったのもしかしてここ、 H だったのもしかしてここ、 You're hot like the old cable、 Yeah H だったのもしかしてここ、 YouTube やっほー、ゆーちゃんだよ。また気管支炎になりました。また声がどこかへ行きました。探してください。見つけた方は持ってきてください。お願いします。皆さん、前回の動画見ましたか？ハイソカーのソーラ、シンプルで渋くてかっこよかったですね。あれぐらいシンプルな方が私は好みでございます。多分ね、コメントでも結構多かったので、皆さんだいぶ好きな感じなんだと思うんですけども。そして今回の動画はですね、ロライダータウンカーをね、撮ってきてまいりました。奇抜な色で目立つやつです。お楽しみに。最近どう？ロライダーライフ言えてね。最近どう？ロライダーライフ遅れてる。どうもゆいです。次の愛車紹介、今日これで3本目かな。こちらお楽しみに。今回の愛車紹介は1995年リンカーンタウンカーシグネチャーです。このオイルですよ。舐め回してますね。じゃあ早速オーナーさんお呼びしたいと思います。はい、くまー、はい、こちらオーナーのくまです。くまさんです。くまちゃんです。動物みたいな人、なんか2人目なんですけど大丈夫ですかね。さっき猫さんいて、うん、今くまさん来ましたね。大丈夫ですか。そのうち赤ずきんちゃんとかも出てきたりしないですか。なんかどんどんなんか童話みたいな方とかいかないですか。えってことで今日はよろしくお願いします。まずフロントの紹介に行きたいと思いますけども、はいはい、オーナーさん的お気に入りポイントとかこだわりポイントありますか。フロント、ゴールドグレース。ここはゴールドぐらいですか。本当だ。ここがゴールド。ゴールドです。本当だ。なかなかいないと思います。そんなもんす。終わった。そんなもんすね。そんなもんらしいです。そんなもんらしいです。僕はあのね、あれなのよ。結構ね、ポイントがいろいろあるんだけど。はい。あのタウンカーのここ色しらっちゃけちゃうね。これこれこれ。それ。ライト？そう、うんうん、最高。あ、ここか。ここがね、うんうん、で、しらっちゃけちゃって、こう社外品あるんだけど、これが一応ね、その純正のまんま。うん。で、ライトも純正かな。うん、あ、コードのマーク入ってるから純正だね。うんうん。だからこういうポイントとかはね、うん、あの捉えてる方がね、うん、いいと思います。ポイント捉えてる。はい。ということでね、はい、あの横行ってみましょう。はい。はい、じゃあ次サイドですけども、はい、サイドはこちらね、やっぱ目につくのはホイール。じゃあホイールどちらのメーカーさんですか。なんだか忘れた。ホイールはまあ、LA ワイヤーかな。あ、確かそう、あ、そうか、LA ワイヤー、ノックオフがゼニスってね。ノックオフがゼニスになる。だからノックオフで車変えちゃうんじゃねえかっていうね。まあやっぱね、今これもうお高いですからね。高い、まあ、ゼニスはもともと高いよ。うんうん、今値段上がってるからさらにでしょう、うん。ね、カラースポークになってて、はい、リムもね、ここにリムね、1本だけ線入ってる。そう、紫色がシューッと入ってますね。ただゼニスがあれだね、ゴールドだし、フロントのね、エンブレムもゴールドだし、こう、細々と、ね、そうね、ゴールド使いで、はい、で、足回りはスプーンでアッパー延長して、はい、で、コイールいくつ3.5 かな、はい、3.5 らしいです、はい、3.5 です。はいはい、これね、ノンレインなの。あ、ノンレインなんだね。そう、あれでもこの車なんか飛ばしてなかったっけ。飛ばしました。飛ばしてたよね。飛ばしました。
そうだよね。でもさっきね、ランニングホップするとこのぐらい飛ぶってさ。これくらい？うん、めっちゃ飛んでるじゃん。飛んでますよ、半端ないです。なんかあの私はあれですね、多分ツイッター上で、ホイールの向きが変わっている写真を見たことがありますね。あ、折れてる。あ、こうなってるやつ。足折れちゃったらさ。そうそうそう。それは見たことあるけど。しかもあれやったの高速っす。だよね、はい。そうそう。高速でこうなってる写真上がってました、ね。びっくりしました。アクティブな。ちなみにボディカラーは？はい、2色パールが入ってるんですよ。そうだよね、なんかさ、色味がさ、そうなんですよ。何色って、ムラピン、ムラ紫ピンクみたいな、ムラピンみたいなね。ムラピン、ムラピン、ムラムラピンピン、ムラムラピンピンです。そのまま乗るな。すいません。でもオーナーさんのお気に入りポイントはまあ色でね、うん、この色がこう書かれてたね。衝撃的でしたね。まあ基本的にはまあ、うん、ボールペンされてるぐらいでしょ、外装はね。あとこのドアと内側なんですか。ラップされてるんですね。あ、本当だ、はい、ドア内側ラップなんだ。本当だ、ラップされてる。へえー、斬新なね、コーションの上塗ってる。でもコーションちゃんと見えてるからね、まあね、うん、うん、あ、すごいね。あ、すごいね、内側はね、はい、しまんない、しまんない、しまんない、ちょっと強くやんないとね、はい、全体的にはこうノーマルに近いです。そうですね、うん、まあでも色も変わってるんでね、そうそうそう、こうちょっとちょっとこうおしゃれな感じにまとまってますよね、うん、はい、続きましてリアの紹介になりますけども、まあ、リアも行ったほぼノーマルだね。そうだね、うん、ノーマル、まあ、だからあれだよ、インパラっぽくなら王子、王子だね、そうですね、はい。まあでもタウンカー、タウンカーも最近ちょっと上がったのか、値段上がってきてる。そうだね、でもまだ買いやすい、そうだから価格帯なのかな。買いやすい価格帯だから、うん、やっぱね、若い子たちとかの、うん、そのローライダーの入門的な部分に関してはすごくいいと思う。そうね、乗ってみたいなってこう思う子たちはタウンカーぐらいだとまあ乗りやすいじゃないかな、そうそう、買いやすいんじゃないかなっていう、うん、で正直この辺の年式のタウンカーとかだと、うん、やりやりの車の方が結構少ないんだよね。で、本当レインフォースもかかってないと、これもそうだけど、うん、レインフォースもかかってないでハイドルだけ組んでますみたいな車とかも結構あるから、うんうんうん、だからまあそれこそ本当車庫長程度でさ、そうだね、2ポンプ4バッテリーとか、うん、そんな感じの組み方してて、うん、でタウンカーに関してはアッパー延長するのにスプーンつけるだけだから、うん、安いのよ。あ、3万とか4万とかでスプーン買えるから、ほうほうほう、でそれつけてやればやる気のアッパーになるし、うん、なるほどね、まあ、じゃあ他の車に比べてちょっとこう見た目的にさ、うんうん、ちょっとこう俺やれるぜみたいな感じの作れるから、うん、そういうことね。だからそういうのちょっと乗ってみて、うん、なんか入門的にね、うんうん、乗ってみるっていうのもありなんじゃないかとは思う。うんうん、まあ、やっぱ95年ぐらいだとやっぱね、あの車自体のさ、機関もね、そんなにいい車だもん。そうそう、いい壊れちゃうとかっていうのも多分そうそうもうない。インパラなんてまっすぐ走んねんだから。確かに、やっぱそういう部分に関してはやっぱこの辺の車だと別にハイドル組んだってもまっすぐ走るから、うん、で燃費もそんな悪くないし、そうですね、でやっぱね壊れないしね、そんなにね、うん、まあ、その部分に関しては本当入門的な部分で、うん、かなりおすすめ。確かに、まあ、悩んでる子がいたらタウンカーあたりはベストなんじゃないかなっていう。そうそうそう、でまあ、タウンカーでね、こう街に繰り出して他のね、ローライダー乗りの人たちと、まあ、輪を作ってお勉強しつつっていうのもあるだろうし、うん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 、そういうのもいいんじゃないかなと思いますよ。ですね、うん、はい、続きまして内装の方にやってまいりましたけども、はい、まあ、内装もね、至ってそのままそうっすね、なのかな、はい、内装もほぼオリジナルだね。そうだね、うん、でもそう、ここだけなんか色違うとこがあるから張り替えられてんじゃないかな。あのね、垂れてきちゃうんだよ。あ、そうなんだ。タウンカーの天張りで垂れちゃうから、多分天張りやったんじゃない。いや、上はね、やってなさそうだよ。なんかこのピラーら辺がちょっと色変わってるね。そう、紫色に張り替えられてるから、うん、まあ、ここがちょっと多分外装とのポイントで変わってんのかな、はいはい、で、まあダッシュマットがねついてて、まあ、もう何ですでもやっぱこれオーディオね、オーディオですね、やっぱオーディオの付け方が、かったけどリアルタイムのかね、多分面白い、あ、斬新かなと思いましたフェイスキット買おうかどうしたクマ、え、まあこれが一番安いんで、ただ突っ込むだけなんで、まあ、手軽に
できる。まあまあまあね、はい、あのらしいよ。そうだね、まあ確かに確かにタオル詰め込めばまあ自由自在でね、そうそうそう、効くんで振動とかもやっぱ響かないように。ここにしてから一回も落ちないですよね。6枚ぐらい入ってます。あのオーナーさん的には満足のいく結果だそうです、うん、はい。それはフェイスキット買おう。そうだね。ちなみにこれオーナーさん的にこう今内装で一番のお気に入りのポイントって何か。まあやっぱここっす。やっぱこれ、はい、やっぱこれが一番、ね、はい、これが一番です、ね、これが一番です。どうしようもねえな。これが熊の DIY です。うん、はい、DIY っていうのか。タオルつくのダメじゃないか。DIY しかもちょっと斜めになってるっていう。センターも取れてない感じがね、うん、まあお茶目な感じでオーディオ入ってます、はい、そうですね。あ、YouTube ということで一通り紹介が終わりました、はい、ありがとうございます。まあオーナーさんからもね、あのローライダー乗ってみたいなっていう人に向けてちょっとなんかこんなだよって伝えてあげて。なるほど、まあそうですね、まあやっぱお手軽に買えるんで、うん、で全然本当にすぐ飛ぶんで、すぐ飛ぶ、おすすめです。もうまあタオルはね、本当軽いから飛ぶんだ、はい、ね、あれもね、よく飛ぶんで、入門にも、ね、本当だからいろんな意味で入門って考えたら本当にいいと思う。今回はだからね、いつもは結構ゴリゴリな車出てくるけどさ、そうですね、今回に関しては正直だからそんなお金をかけなくても乗れるよと、まあ、確かに、やっぱその若者代表として、うん、今回のオーナーさんにはね出ていただいて、まあ、車種でもまあこうね選んで乗れば乗れるよっていうね、なんかそういった部分ではだからこういう車なんかはいいんじゃないかと。そうそうそう、サウンカーもご検討くださいということで、今日もありがとうございました。皆さんもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。せーの、はい、スペースバイビー。